始まりました、千里と松戸ヒルズ。こちら千葉県松戸市にありますムーパルテレビスタジオよりお届けいたしております。全世界にこの千葉県は誇る松戸市の素晴らしい方、素晴らしいもの、そして私のちょっとした、皆様へのおすすめスポットなど、いろいろなコーナーを設けての1時間生放送となります。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。 MC の千里です。どうぞよろしくお願いします。いやー、すっかりお盆も過ぎて、この夏の暑さも少し和らいだかなと思った今日でしたが、実は私今日ですね、西新井大使で歌を歌ってまいりまして、外は暑かったですね。おそらく30度以上はあったのではないかなと思いますが、そちらにもたくさんの皆様ご来場いただきました。この会場にもあふれんばかりのお客様が今日はお忙しい中を駆けつけていただきました。皆さんありがとうございます。飲んでますか？食べてますか？いい感じですね。まあ楽しくですね、皆様と、過ごしできればと思っておりますが、さあ早速なんですが、今日はですね、まずは私の大好きな場所のスポットからの紹介からいきたいと思います。それではですね、千里のフェボリットスポット紹介させていただければと思います。次はこのコーナーです。どうぞお願いします。千里のフェボリットスポット、イエイ、私の好きな場所、そして行ってよかったなと思うもの、前回も皆様とお話しさせていただいたところ、九州に素晴らしいものがたくさんあるということで、今回本当に行ってまいりまして、九州プラス島根のですね、素晴らしいもの、素晴らしい写真をたくさん撮ってまいりましたので、皆様にご紹介したいと思います。まずはこんなところです。じゃあ早速映像をお願いいたします。じゃん、あら、私の顔がちょこっと切れておりますが、どーもくん見えますね。実はですね、九州に行ったのには大きな訳がありまして、この度新曲花演歌のメディアキャンペーンに行かせていただきました。こちらムーパルテレビもメディアですが、日本の、また別のどーもくんがいるメディアといったらば皆様お分かりだと思いますが、そちらの生放送に出演いたしました。さあ次の写真をお願いいたします。じゃん、そうですね、そう、 NHK さんのアナウンサーさんと千里の写真です。九州のキャンペーンに行ってまいりました。そうなんですね、続々とこちらからお届けいたします。じゃあ次の写真は何ですか。ドン、そう、こちらはですね、 NBC 九州放送門馬亮さんという方の番組に出演させていただきました。九州でもたくさんの生放送の番組がありまして、そちらで歌を歌ったり、またいろいろお話をさせていただいたりと、いろいろと九州で私の秘密を暴露してまいりました。続きましての写真をお願いいたします。どん、あ、そう、一人増えましたね。すごい美人の方が一人増えましたが、最近なんと体重が5キロ痩せました。演歌歌手の先輩、水田龍子さんです。そうなんです、水田さんとはどういうわけかキャンペーンに行く先々でですね、偶然お会いするんですね。そのために私びっくりさせてもらってですね、うわ、千里どうしてんのっていつも声をかけていただきますが、さあ続きましては、あ、私が出てきましたね。どうもこんにちは、皆さん見えますか。さあ続いての画像に移れればと思いますが、ドン、こちらはちゃんぽんです。ちゃんぽん、長崎ちゃんぽんではないのです。一つ違うところがありますが、どこでしょう。中に桜エビが入っております。こちらは島根県で食べました特製ちゃんぽんです。さあ続きまして何でしょう。ドン、そうなんです、島根に行ってまいりまして、五百観音石見銀山のところにある、名所に行ってまいりました。さあ続きまして、ドン、なんだろう、そうです、石見銀山のすぐそばにある庁舎は
なんと昔の家屋のスタイルのままそのまま残っております。そちらに、行かせていただきました。さあフェボリットスポット続々と続いております。白壁作りがこの近所の特徴ですね。さあ次の画像に移れればと思いますが、ドン、こちらは皆さん言わずと知れた出雲大社です。出雲大社の、上にはですねこういう大きな、綱がぶる下がっておりまして、落ちてこないかなと思いきや、ドキドキしながらですね出雲大社行かせていただきました。千里はずっと一人ぼっちなので素敵なご縁があればいいなと、そんな思いもありながらも、今日はたくさんの応援団の皆様も来ていただきましてありがとうございます。そしてご来場の皆様がいらっしゃるので今日は寂しくないです。皆様どうもありがとうございます。イエーイ。縁結びのスポット出雲大社に仕事で行ってまいりました千里です。さあ次は何でしょう。ドン。さあ映るかな。あ、実は仕事に行った先は出雲からすぐそばの久手港という港です。鳥羽一郎さんも歌謡ショーをされたことのある、なんと船から海から登場いたしまして、海辺にステージが設置されまして、花火大会の前のプロローグイベントに出演いたしました。こちらは、お客様との握手をしてます時のショットです。続きましてはドン、何でしょう。同じですね、ちょうど夕暮れ時お客様とご挨拶をさせていただいている時のショットです。さあ続きましてはドン。そういよいよ花火打ち上げ直前の、こちら会場の様子となっております。たくさんのお客様が、花火を見に来てくださる傍ら、私のショーにも耳を傾けていただきまして、感無量でした。さあ続きましては何でしょう。ドン。今ちょうど島根のひまわりはそろそろ散り始めてるかな。ちょうど行った時はたくさんのひまわりが花を咲いておりました。あちこちにひまわり畑のある島根県の、様子をお届けいたしました。さあ続きましては何でしょう。ドン。バラパン、出雲のご当地パンと言われておりまして、出雲空港に行くとですね売っているパンです。これとっても美味しいんですね。バラの形をしてまして、中にあんこや私の大好きなホイップクリームがたくさん入っています。次の映像でパンが出てくるかと思います。ドン。そうです、バラパン、ちょうどショッキングピンクのスカートを履いておりまして、少し同化してますが、ロール状のパンに中にクリームが挟まっております。さあどんどんと行きたいと思います。島根編終わりでございます。続きましては、はい、さあね、今日はフェボリットスポット、前回皆様にたくさん募集したところ、熊本にも行ってまいりました。熊本のキャンペーン、さあ続きましては何でしょう。ほい、ここはどこだか分かりますかね。実は田原坂というところに行ってまいりました。田原坂とですね、有名な節もある、田原坂でございますが、多くの兵士さんの霊が祀られております。そちらでちょっと祈りを捧げてまいりました。さあ実際に通ってみました。続きましての画像です。お願いいたします。そうですね、こちら田原坂公園の説明がちょっと上が切れてますが、はい、じゃあ続きましてお願いいたします。あれ、はい、そうですね、実際に田原坂を通ってみたところですね、なんと鳥肌がずっと立っておりまして、おそらくたくさん の,、のご先祖様がですね、いらしてくださったのではないかなと思います。ずっと鳥肌が立ってた、そんな一面でした。さあどうぞ続きましてドン。シーモール、こちら見たことある方はいらっしゃるでしょうか。こちらは千葉県松戸市なので、これを知っているという方がいたらすごいことだと思いますが、このシーモールというのは山口県下関にありますショッピングモールです。さあ続きましてお願いします。はい、春帆楼、実はですね下関に行きましてフグを、少しだけご馳走になりました。フグを食べたらしびれてしまうのではないかととても怖かったのですが、
初めての経験にドキドキしながらフグを食べさせていただきました。さあ続きましてお願いいたします。そうなんです、シーモールのステージで歌謡ショーをさせていただいた帰りにフグをいただいたのでした。さあ続きましてお願いいたします。結構ありますね。こちらなんだかわかるでしょうか。下関は関門海峡です。関門海峡、こちらは山本譲二さんのご出身地でもありまして、たくさん至るところで山本譲二さんの音楽がかかっておりました。さあ続きましてお願いいたします。はい、フグと私です。私はどういうわけかフグに似ているとよく言われますので、フグのポーズを真似させていただきまして、このコーナー終わりとなります。すごいたくさんありますね。フェボリットスポット、もうちょっとだけご紹介して次のコーナーに行きたいと思います。お願いいたします。ドン。この人形に見覚えはないでしょうか。こちらは長崎県 NBC 放送の前にありました。長崎はオランダ坂の前にあります。マスコットさんです。長崎と言いますと、たくさんの外国人の方が昔から足を運んだ町で有名です。さあ続きましてお願いいたします。はい、そうです、長崎でも津里花園歌ライブやってまいりました。ただ知っている人は誰もいませんでした。ですからお客様が一人も来ないんじゃないかなと本当に緊張いたしましたが、じゃあ続きましてお願いいたします。そうです、歌ってるそばから近所のおばちゃんが集まってきてくれまして、なんとですね、長崎の名物のちゃんぽんをお土産にいただきました。 CD はこの時はそうですね、10枚ぐらい売れたかなぐらいだったんですが、でもたくさんの長崎の方に歌を知っていただいたのでよかったなと思っております。さあ続きましてお願いいたします。はい、こちら長崎県ではミルクセーキが有名です。ミルクセーキとトルコライスという、食べ物がとっても有名です。さあ続きましてお願いいたします。こちらミルクセーキですね。どん。長崎といえば路面列車です。路面列車本当あちこち走っておりましたが、とても風情のある、一コマでした。さあどんどん行きましょう。今日は写真がたくさんありますね。さあ続きまして、こちら長崎の特急かもめ号です。どういうわけか自由席なのにボックス席がタダで乗れます。ぜひですね、皆さん九州に行ったらばかもめ号に乗っていただきますと、これは特等席なのではないかという席にタダで乗ることができるので、ぜひとも皆さん特急かもめ号に乗ってみてください。はい、もうそろそろね、時間が、あ、まだあります。鹿児島中央駅、新幹線に乗って鹿児島に行きました。さあ続々と紹介します。鹿児島の天文館の中にはコキンタという豚骨ラーメンの有名なお店がありまして、私はラーメンは味噌ラーメンが好きなのですが、この日は豚骨ラーメンを食べました。はい、豚骨ラーメン、九州の豚骨ラーメンでも熊本より南にあるラーメンには一つ違うスパイスが入っております。それは何ですかね。マー油という焦がしニンニク油が入っているのが特徴です。さあ続きましてお願いいたします。白山すずめ、実は老舗の番組に出演させていただきました。こちら鹿児島放送で開局昭和50年代からずっと続いている番組に出演させていただきました。さあそろそろスピードを上げていきたいと思います。お願いします。はい、こちらは桜島です。以下同文。はい、次に行きたいと思います。はい、こちらは焼酎の御酒とキビナゴです。鹿児島名物をご紹介させていただいております。はい、そうです、こちらは地鶏、こちら生のお肉で食べさせていただきました。はあ、長いフェボリットスポットの紹介となりました。次回はどこに行こうかなと思っておりますが、こちらうまい、おいしそう、リンガーハットだな、違います、リンガーハット違いますね、うまそう。そうですね、たくさんコメントが来ておりますが、このフェボリットスポットですね、次回はどちらに行こうかと思っているところなんですが、次回金沢石川に行ってまいります。でここでですね、会場の皆様でもしも金沢石川に行ったことがあるという方、おすすめスポットがあったら教えていただければと思います。おすすめスポットあります、誰かご存知ですという方いらっしゃればですね、あ、兼六園
出てきましたね。兼六園しか行ったことない。私兼六園、はい、何ですか。松井秀喜記念、ジャイアンツの松井秀喜さんのミュージアムですね。じゃあこちらいいですね、ぜひとも行ってみたいですね。はい、うん、回転寿司が有名なんですね。はい、具が大きい。そうですね、やっぱ海沿いなので具が大きいかもしれませんね。またですね、私実は9月9日に佐渡島でディナーショーを行います。佐渡島に行ったことあるという方いらっしゃいますか。会場の皆様、佐渡島に行ったことある、残念ながらいらっしゃらない感じでございますが、そう、佐渡島、これはどうやって行くんだろうと調べましたら、なんとジェット船を使って行くようでして、私も今まで行ったことがないのでですね、どんな風になるか今から楽しみなんですが、あ、こちらいろいろありますね。東茶屋街いろいろ出てきておりますけれども、そうですね、佐渡島ね、行ったことあるという方がねいらっしゃれば、こう、あ、佐渡歴史伝説館、ジェンキンスさんがいます。あ、佐渡といえばジェンキンスさんです。はい、ありがとうございます。あ、奥様が佐渡島の方、それは初耳でございました。社長様の奥様は佐渡島の方だということで、佐渡からどうやってお嫁に来たかがですねとても気になるところなんですが、ぜひですね、佐渡島の、一押しをですね後ほどまた少しだけ伺えればなと思っております。さあ、フェボリットスポットだいぶ長くなっておりますが、そうですね、あ、いろいろ出てきますね。佐渡金山遺跡、佐渡金山遺跡、これ知ってる方いらっしゃいますかね。いらっしゃらない。時の森公園、いろいろとネットの方でもですね、あの皆様がコメントをしてくださっていますね。金山が取れますっていうのは、佐渡島を掘ってると金が出てくるんですかね。そうなんですか、それは知らなかったですね。ぜひ今一度佐渡に行ってスコップを持って佐渡で金を発掘していきたいななんて思っております。そんな画像は来月のフェボリットスポットに持って帰ってこれるか不安ですが、さあそろそろ次のコーナーに移らないといけませんので、じゃあ行きたいと、 CM の方に移らせていただければと思います。千里のフェボリットスポットでした。どうもありがとうございます。長々お付き合いどうもありがとうございます。続きまして CM です。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。思います。このコーナーはちょっとだけ歌が上手くなりたいなと思う方にですね、私がおこがましくもアドバイスをさせていただくという、そういうコーナーでございまして、今日はですね素敵な歌い手さん、受講生の方に来ていただいております。それでは登場お願いいたします。大きな拍手でお願いいたします。どうぞ。
それでは、あ、待ってましたという声が上がっております。すいません、そうしたら自己紹介の方をお願いいたします。印西から来ました、木村と申します。安田さんには大変お世話になって、お仕事のこともお世話になっております。ありがとうございます。はい、今日はもう歌わせていただきました。ありがとうございます。木村さん、今日はどうもありがとうございます。暑い中印西からいらしていただいて、でこの番組スポンサーの安田建設さんの社長様とはすごく仲良しということで、さあ今日は早速なんですが、どのような歌を、お持ちですか？まだ仕上がってないんですけど、はい、イオマンテの夜をちょっとやりたいと思います。すごい大曲じゃないですか。イオマンテの夜といったらば、私の CD にも入ってる曲じゃないですか。うわー、すごい。じゃあ、さんの歌聞いてもの素晴らしいと思って。いやー、ありがとうございます。すごい歌唱力です。とんでもないです。いつも勉強させてもらってる歌です。じゃあ少し私もですね、じっくり聞かせていただきながらですね、木村さんに少しでもいいアドバイスができるように努めたいと思います。それではね、じゃあ早速準備整い次第、木村さんには歌を歌っていただこうと思うんですが、どうですか音声さん、準備の方 OK ですか？ OK、 OK ですね。じゃあそれではですね、皆様、木村さんが歌うイオマンテの夜、お聴きいただければと思います。それでは音楽かかり次第よろしくお願いいたします。さあかかるかな。はい、木村さんアップになりました。はい、じゃあ音楽がかかるまでの、じゃあ今のはリハーサルということでもう一回いきますかね。あ、わかりました。ということで今のはリハーサルでございましてですね、じゃあもうしばらくしたら本番に移らせていただければと思います。すごい生放送で一度練習もできるという、ありがとうございます。こちらですね、画面の方をこちら映してください、お願いいたします。あ、はい。でも今 0.8 カロリーだそうでございます。今の叫びが 0.8 カロリーでございます。素晴らしい。それでは今のがリハーサルということで、皆様気を改めまして、木村さんの生歌唱をお聞きいただければと思います。カラオケはなんと私千里さんのわはイオマンテの夜、キーはプラス3です。お聞きください。
よ満点燃えろ人よ、ああ我が胸に恋よりまつり、かわいい目の子よ、ありがとうございます。思わずフルコーラスバージョンで歌っていただきましたね。ワンコーラスと聞いておりましたがね、フルコーラス、いやでも素晴らしく豪快ですね。木村さんのお声素晴らしいですね。とにかく声が太くてすごく立派ですね。そうですね、一つアドバイスをするとしたら、音楽を聴くということが結構大事なことだったりするんですね。あとこうできればもし歌わないときに音楽に手拍子をする、手拍子を合うようにする、それに合わせて「いよまんて燃えろかがり火」「ああ満月よ」アカペラでも手拍子をしながら歌うとリズムがずれないかもしれないですね。割と声は素晴らしい。あとはリズムがピタッとはまってくるともうだいぶ上がりましたのでバッチリですね。でももう素晴らしい、上がってるとは思えないですよね。皆さん、木村さんに大きな拍手をお願いいたします。素晴らしかったです。どうもありがとうございます。素晴らしい、とっても豪快で、とっても素晴らしい歌唱の木村さんの歌をお届けいたしました。さあ以上、チサリズムでした。ここで CM です。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを進めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。このコーナー、千葉で輝く素晴らしい方にご来場いただくコーナーです。では早速本日の千葉ちゃんにお越しいただきたいと思います。大きな拍手をお願いいたします。イエイ。
どうぞ。本日の千葉ちゃんは、どうぞおかけいただいて、ホンダカーズ柏本社取締役会長の泉裕二さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。今日は本当会場にはたくさんの応援団の皆様がいらしてますね。いやもう本当今日お会いすることができて光栄です。はい、あマイクをぜひですね当てていただいて、お話するときに。ありがとうございます。あバッチリです、ね、ここでですね、あの泉さんの、少し虎の巻がですねこちらに届いてるんですね。もともと先代がガソリンスタンドを経営されていたが、バイクを売り始め、その後車を販売される。そして現在はホンダのディーラーをなんと4店舗も経営されているということで、すごいですね。もしかして私が見たあのお店は会長のお店ではないかななんてありがとうございます。思うんですけれども、今日はですね早速泉会長がどんな会社をされているのかという VTR が届いておりますので、皆様にまずは VTR をご覧いただければと思います。それでは VTR お願いします。どうぞ。素晴らしい。こちらホンダカーズ柏の発展ですね。新型 Nボックス、そして打ち合わせの様子でございますね。こちらはですねちょうど5年過ぎました。ここはね、まあ、こっちご覧になっていただくと、ここに右側に展示されてるのが中古車なんです。で、こっちの方が新車のショールームで、中古車と新車の複合拠点が3つあるんですけど、1つのショールームでやってるのはここだけなんです。続々と店舗の紹介が出ておりますが、こちら整備の、ここのサービス工場で車検をやるっていうことは、国の車検場が休みの時でもできるんですよ。だから土曜日とか日曜日ね、まあ1日でも車検できるし、その指定工場っていう資格を持ってますから。と私が50年前ですから25歳です。ガソリンスタンドを経営していたんですね当時。でそこをガソリンをやめて、その空き地を利用して車をまあ展示したと。当時道路も悪かったし道が非常に悪いんで冬は乗らなくなっちゃうんですよ、自転車もオートバイも。でまるっきり冬は仕事にならないと、まあ、いうことで自動車の時代も来るんじゃないかということでね、考えてたところにそのホンダが、まあ画期的なあの軽自動車を発売すると、まあ、いうことで、まあ、メーカーの本田さんに相談したところ、本田専門店としてやってみたらどうかと。あ、私この店舗知ってる。どういうところですか？これ柏駅前店ですね。あ、そうですか、はい、これ今納車されるところですか？これはそうですね、はい。これ今整備をしているところ、はい。こちら松尾店、こちらも柏市ですね。白と赤のこのすっきりとした店内がいいですね。そうですよね、すごくこう感じがいいお店に安田建設さんがやってくれたの。あ、そうなんですね。そして最後こう触れ合い自然のこの道路っていうのはこれ手賀沼周辺のところなんじゃないですか？そうですね、はい、手賀沼のすぐそばにあるんですか？あ、こっちが阿鼻子店。阿鼻子店、はい。好き。
店内で社員さんがいろいろ出ていらして、これからの本田社は、まあ、本田の考えっていうのはですね、基本的に運転するお客さんが、主役でね、で、その安全ホンダセンシングっていうんですけど、追突を軽減する自動ブレーキだとか、それから、今度新しく誤作動を急にアクセル踏んじゃって、よく事故を起こしたなんて記事もありますよね。でそういう誤作動を未然に防ぐ装置だとか、つくようになりましてですね、これから本格的にね、その安全に車を、走らせていくっていう。いやーかっこいいですね社長、ありがとうございます。すごいですね。また4店舗こう展開されて、お客様が主役の車というね、すごい名言も、飛び交っておりましたが、今日はなんと会場にホンダの社員の皆様も来ていただきました。皆様拍手をお願いいたします。今日は約80人ぐらい社員がいるんですが、はい、それがエディスグリーの社員を連れてきました。よろしくお願いします。よりすぐりの方に切らせていただきましたが、本当こうやってですね、この千葉ちゃんというコーナーでですね、おそらく社員さんもこの飯泉社長のこうすごいたくましさとか、こう勇ましさとかですね、そういう素晴らしい後ろを見てですね、こうまた地域を盛り上げる、そういう、ね、心がけもあるとお伺いしておりますが、この千葉との大きな関わりというものをまずはお伺いしたいんですけれども、ありますか？千葉、柏を中心に、はい、阿鼻子柏、を中心に地元の方々にですね、ホンダ社を通じて、ご愛顧いただいていると、はい、いうところですかね。地元の皆さんのおかげで、うちの会社があると、いうことだと思います。はい、あ、泉会長様は出身は千葉ではないんですよね。いや、柏市です。あ、柏市ですか。もともと地元の生まれでございます。そうなんですね、はい、そういうこともあって、今日はですね、泉、会長様にいろんな質問を、はい、もし社員さんからあったらと思ったんですが、皆様すごい、固まった感じで座ってらっしゃっておりましてこうなんとなくね、こう質問をっていうのもちょっと聞きづらいかなと思いまして、あ、そうしたらインターネットから、質問が来ておりますね。新型 NSX はどうですかと来ておりますけれども、 NSX はどうですかね、専務。あ、じゃあ専務さん、うちの方ではちょっと取り扱ってないもんです、いません。そうなんですね。NSX はね、はい、100台しか入ってこないんですよ。あ、そうなんですか。で、受注いただいても1年ぐらいかかっちゃうんです。そんなに時間がかかる車なんですね。だからしばらくこう気の長いお客様じゃないと乗ってもらえないんじゃないか。乗ってもらえないと。あ、じゃあ1年経ってこうずっと待ち続けて、でも届いた時の喜びというものはね、すごい計り知れないものですよね。そう、実はインターネットからたくさん、質問が来ております。そうですね、柏でお店をされていて、今の柏と昔の柏大きく違うなと思うところはありますかという質問が来ております。柏市はですね、豊敷団地っていう昭和39年にできたんですけど、はい、そこにできる前までは、人口が確か3万人ぐらいだったんですね、はい、でその団地ができて、10万都市になって急激に今発展した町なんですね、はい、だから柏っていうのはもともと何もなかった町だったんで、うん、国道6号それから16号それから JR 全て全くその反対する人が誰もいなかったんで、はい、今日のこの大発展をしたんじゃないかというふうに思います。ね、なんかこうでもこう社長のこう温かい柔らかい雰囲気っていうんでしょうかね、こう社員さんも
こうビシッとされておりますけどね、はい、本当にこうこの柏とともにこう会社を支えられている、そんな社長にも続々とまた、あ、お店でもしもイベントがあったらば教えてください。何かイベントをしていることはありますか？もう年中イベントだらけで、はい、やっております。はい、だから土日はまあ車のもう展示会ということでね、はい、とにかく車に乗っていただくことを、はい、試乗車もたくさん用意してお待ちしておりますので、はい、いつでもご来店いただければというふうに思っております。はい、こう私試乗と言いますとなんだかぶつけちゃいけないんじゃないかなとかものすごい緊張してこう一瞬戸惑ってしまうんですけれども、これは免許証を持ってれば誰でも突然試乗に行くことはできるんですか？それは大丈夫ですよ。その時はじゃあ当然誰かついていてくださって営業のものが必ずつくんですけど、ね、ただ運転はですねお客様にしてもらうんでね、はい、途中だからその初めて乗る車なんで、はい、まあ、慎重に運転してもらうということが大事、はい、そうですよね、大前提になりますよね。そうですね、はい、こう私みたいにちょっと運転が下手なものはこう市場に行っても大丈夫かななんて一瞬思ったんですけれども、ちょっと聞かせていただきました。今日は女性スタッフさんもお二人いらしておりますが、こう男性スタッフさんと女性スタッフさんの比率というのはどれぐらいなんですか？約そうですね、女性スタッフは 15% ぐらいですね。 15% ぐらい、80人中女性は10人ちょっとですから。あ、そうなんですね、はい、じゃあその中の早抜きのもう早抜きのお二人でございます。お二人に来ていただきました、はい、いやね、もう笑顔が素敵で、ね、いい感じでございますけれども、さあ今日はですね、いろいろな質問がまだまだ飛び交っておりますね。そうですね、柏で今一番熱い美味しいというお店はどこですか？食べるところですか？食べるという意味ではなく、おそらくお店がですね、あ、こうホットなお店、そうですね、今ホットな店舗っていうの、あ、ホットな店舗はですね、やっぱ柏の葉店じゃないですかね。今ねたくさんいっぱい柏の葉店、あちらから社長から大きな拍手が上がりましたが、はい、中古車も新車も併売してる店舗って千葉県に3つしかないんですよ。はい、そのうちの一つが私どもの店舗なんです。はい、はい、そうなんですね。いやもう柏の葉と言いますと今こう新興住宅がどんどん進んでいるところですよね。そうなんです、はい、いや今日はですね最後にもう一つだけ、はい、会長に質問させていただければと思うんですが、はい、まずは会長にとってこの今のお仕事とはどういう、ポリシーを持ってされているのかということと、はい、私がこれホンダの販売店をやるのにですね、はい、一番、影響を与えてくれた人がホンダの創立者であります、はい、本田宗一郎さんなんですね、はい、でこの本田さんは二輪車のメーカーで大成功したんですけど、はい、どうしても自動車をやりたいということでその本田さんの夢に、私は乗ったんですね。でまあ今ホンダは世界の、まあ、ホンダになったわけですけど、はい、ホンダさんの夢にかけたのが私どものホンダカーズ柏なんです、はい、まあ、そんなことなんです。はい、これはホンダ宗一郎さんという方は泉会長にとってどのような方ですか？まあ私の実の父親じゃないんですけど、はい、まあ、ホンダさんの夢に私の、まあ、全こう何て言うんですかね、人生をかけたっていうかね、はいはい、そのくらいすごいこういい、まあ、その何て言うんですかね、はいはい、ものすごいこう、うん、夢を持った人でしたね、はいはい、でも今もこう会長のお話を聞いているととてもハキハキと押さえていて、ね、今日もビシッと紺のブレザーがとてもお似合いでなんだかこうなんか爽やかな、ありがとうございます、夢も車に乗せてという感じでね、はい、本当に今日は素晴らしい対談をさせていただきまして本当ありがとうございます。いや、こちらの方でこそ本当にありがとうございます、はい、もう一つだけいいですか？はい、まだあるんです、はい、会長にとって千葉県とは何ですか？
千葉県とは人の優しい人が多い県であるし、はい、その柏は特にこの統括エリアの人っていうのは優しい人が多いんじゃないですかね、はい、人のいい人、はいはい、そんな風に思いますけど、はい、いいですね千葉に。そして本当に会長自身もお優しいお人柄が本当にじみ出るお話をさせていただきました、はい、本日のゲストはホンダカーズ柏、会長の、泉会長様、有事会長様にご登壇いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様大きな拍手を、そして社員の皆様にも大きな拍手をお願いいたします。泉雄二会長様、どうもありがとうございました。それでは続きまして CM です。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛される街づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい。ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。また次のコーナーに移らせていただきました。このコーナーでは、この何か素敵な曲、好きな曲、そうですね、今ですと夏の何か一曲をですね、無造作に選んだこの箱の中からいろんなバージョンで歌ってみようという、そういうコーナーでして、今日はもうお盆も過ぎて夏も終わりに近づいてまいりましたので、夏の曲を何か歌ってみようかなと思います。会場の皆様、夏といえば夏の曲思い当たる方がいたら、もしも手を挙げて教えていただければと思います。夏の曲、そうですね、いろんな曲がありますけども、そうですね、皆様こう考え中でございますが、そうですね、実はですね、私のアルバムにも夏の曲が少し入ってるんです。あちらで何か手を挙げようとされている方がいる。夏の曲、夏の季節の曲、もし皆様お好きな曲があったらば言っていただければと思います。彼の車に乗って、真夏の出来事、平山みきさんですね。皆さんご存知ですか、平山みきさん。平山みきさんを知ってますという方いらっしゃいますか。あ、結構手が上がってますね。じゃあそのまず1曲それやってみますか。じゃあ何で歌おうかな。ふんにゃんふんにゃん、それ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 、じゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、オペラ、オペラで真夏の出来事を歌う、すごそうですね。ちょっとやってみたいと思います。彼の車に乗って真夏の夜を走っていた。彼の車に乗って最果ての道ある。
この曲は何の曲だったんでしょうか。原型をとどめていませんが、オペラバージョンと言いますとそうなりますね。じゃあね、じゃあ他には、じゃあ今オペラバージョンありましたね。他に夏の歌、何か思い浮かぶ方いらっしゃいますかね。夏の方、夏の歌、夏の歌募集中。あ、こちらでも来てますね。夏の思い出、すごいですね。四谷拓郎さんの夏休み、あ、どんな歌だったっけなと、ちょっと今思い出せるものがあれば。あ、夏の思い出、尾瀬の歌、真夏の夜の夢、松任谷由実さん。真夏の夜の夢ね、この歌ご存知の方、真夏の夜の夢ご存知。あ、後ろの方の人知ってますね。聞けばわかる。そうですか、ちょっとやってみますかね。真夏の夜の夢、あ、もう一つ、夏の思い出、尾瀬の歌っていうのはわかりますよね。尾瀬の歌、尾瀬が出てくるという意味ですかね。もう一個ぐらいないですかね。何かあるかな。世界で一番暑い夏、どんな歌かな。メロディーが出てくればいいんだけど、なんせですね、とこれは思い行き当たりばったりのコーナーでございまして、それでは真夏の夜の夢やってみたいと思います。なんだろうな、今度出てくるのは演歌。真夏の夜の夢、演歌、どんな感じかな。うん、ちょっとやってみたいと思います。骨まで溶けるようなテキーラみたいなキスをしてと、はい、終わり。はい、どうもありがとうございました。さあ、このコーナー長くなってしまうと次のコーナーに行けなくなってしまいます。千里の一曲ものコーナーでした。どうもありがとうございます。さあ、それでは CM です。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛される街づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。はい、皆さん、改めましてこんばんは。いい感じで皆さんお酒も進んでまいりました。まもなく終わりの時間が近づいてきてしまいました。あっという間の公開生放送、1時間の番組でございますが、本日はエンディングにですね、もう一人今日の素晴らしいゲストさんであります飯泉雄二会長に出てきていただければと思うんですが、いいですかね、一人だとちょっと寂しいので、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。あ、先ほどはどうもありがとうございました。どうもどうも。あ、ね、突然でびっくりされておりますね。思わず呼んじゃったので、会長もびっくりかもしれませんけれども、ね、
今ちょっとマイクの方が届くかと思いますが、じゃあそちらの方にですねマイクをちょっと届けていただきまして、いや会長、実はですねちょっとお願いをされておりまして、私の方から代表して会長にお話ししたいことがあるんですが、この千葉ちゃんのコーナーでご出演いただいたので、もし千葉ちゃんのコーナーを見ていただいて、この千里の松戸ヒルズを見て本田カーズに来店された方にはという何か特典があればななんていう話だったんですけれども、わかりました、はい、実はですねホンダで一番売れてる車がホンダの軽自動車の NBOX っていうんですね、はい、でこれが新型になるのがあと1週間ちょっとで新型車を発売するんです、はい、でそれに合わせまして、ご来店された松戸ヒルズを今日見たということでご来店された方にボトルコーヒーっていうのを、プレゼント申し上げ、ますんで、ぜひご来店をいただければと心よりお待ち申し上げております。はい、松戸ヒルズを見たという方はボトルコーヒーをプレゼントということでね、ぜひその際に試乗もしていただいたりなんかもできますか。もちろんできますん で、ね、そうです、よろしくお願いします。いいですね、お茶を飲みがてらじゃあ試乗に行っていただいて、ぜひ車もホンダの新型をですね堪能していただければと思いますが、どうも会長今日は無理言ってまた出てきてもらっちゃってありがとうございます。どうもありがとうございました。改めまして大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。いや、あっという間の公開生放送です。でこの番組のスポンサー安田社長様にですね言われてることがですね、エンディングは最後は私の歌で終わるというですね、そういう番組にしましょうと言っていただきまして、そう嬉しくもですね5月10日に新曲をリリースさせていただきましてから、この松戸ヒルズご縁でいろいろなところに行かせていただいております。今日はその一番売り出し中の花演歌歌ってこの番組の最後の一曲としたいと思います。それでは音楽かかり次第私の歌始めたいと思います。作曲は作詞は朝小読み先生、作曲は岡千秋先生、編曲は井戸則夫先生、演歌の大先生に書いていただきました。とっても華やかな新曲花演歌、それでは音楽準備でき次第お願いしたいと思います。ありがとうございます。18日月曜日に松戸ヒルズ開催されます。ぜひ皆様またムーパルスタジオまでご来場ください。待ってます。来月も来てくれるかな。
ありがとうございます。来月も来てくれるかな。ありがとうございます。9月18日、次回をお楽しみに。どうもありがとうございました。